フアンベラルデはスペインのパイロット。イベリア航空でエアバス A330 の機長を務めているほか、エアバス A320 のインストラクターをしていたこともある。現在は極技飛行の分野でも活動している。フアンベラルデのジブコエッジ540ボーイング747の機長だった父親の影響で飛行機に興味を持ち始めた。15歳の時に グライダーの飛行を始め、16歳で初の単独飛行を遂げる。高校卒業後にアラスカ州アンカレッジへ渡り、自家用操縦士の資格を取得し帰国。事業用操縦士の勉強をしながら、グライダーを牽引する仕事をした。テキサス州フォートワースでフライトインストラクターをした後、22歳でイベリア航空に就職。極技飛行を始めたのは1999年で、 2004年にスペイン代表に選出されると2011年までヨーロッパ圏のすべての選手権に出場し2007年と2010年にはチームを準優勝に導き個人では国内選手権で2度優勝したほか準優勝4回3位を1回の記録を残した2014年にレッドブルエアレースワールドシリーズのチャレンジャークラスに参戦し 翌2015年にマスタークラスに昇格し、ラウンドオブ8への進出を目標に掲げた。2015年シーズンの最高位は、第2戦と最終戦での9位で、最終戦ではわずか0.008秒差で惜しくも、ラウンドオブ8進出のチャンスを逃す結果を残した。2016年、第2戦の予選で1位通過したが、ラウンドオブ14でオーバージーにより敗退した。 2017年シーズンの開幕戦で初めてファイナル4に進出し2位となった。レッドブルエアレースではチームベラルデとして活動していた。チームのメインスポンサーはスペインのレプソルであった。機体はジブコエッジ540の V2 を使用していた。2019年のレッドブルエアレース終了後、2022年開幕のワールドチャンピオンシップエアレースにもレースパイロットとして、 参加、ありがとうございます。